三曜日は越川、日本の滋賀県草津市、東大見市をホームタウンとする、サッカークラブ。J リーグ加盟を目指すクラブの一つである。草津市で活動していた、ジュニアユースクラブチーム、f c ミ、オーキャットフィッシュ草津を源流とする。当時関西サッカーリーグ一部に所属していた、佐川急便京都サッカー部が2006年に廃部になった際、その受け皿として、社会人、 トップチームを設置し、FC 未応備は国札と改名。その後2008年に未応備は国札、2012年には未応備は腰替へ解消している。運営会社は株式会社み、大スポーツ。ホームスタジアムは東大見市、布引き運動公園陸上競技場であり、2013年の J リーグ準加盟申請時にも同競技場をホームスタジアムとして申請している。 クラブ名のミオとは、大見の逆さ読みの意味と、イタリア語で、みんなの愛すべきという意味を持つ。クラブカラーは自然をイメージしたグリーンと、母なる湖、琵琶湖をイメージしたブルーの2色。チームエンブレムは、チーム名のミオの下に、琵琶湖の特産でもあり、ジュニアユースクラブ時代に、チーム愛称としていたナマズを描き、上部には創設年の1995年を表している。 チームマスコットキャラクターはナマズをモチーフにしたミオナリ。過去のホームゲーム開催スタジアムは可表の通りである。クラブ発祥地の草津市には JFLJ リーグが開催可能なスタジアムがないため JFL 加盟当初から周辺自治体の競技場を使用している。現在滋賀県においては J リーグの正会員100年構想クラブが共に存在しない。 J リーグ空白県となっている。三曜日は小志賀においても J リーグ加盟へ向けて100年構想クラブを申請しているが、現在も継続審議中であり、特に J リーグからは活動地域が同じ滋賀県を拠点としているレージェンド滋賀と、特にとを湖南地域での活動地域の重複を問題視している。また加えて、資金難であることや、滋賀県内において、 J リーグクラブライセンス基準に充足した競技場がないことも J リーグ加盟へ向けた課題となっている。そこで、滋賀県サッカー協会が主導権を握り、三帯は小滋賀とレージェンド滋賀を合併させて、チームの一体運営へ向けて競技を進め、2015年4月に大筋合意したと、京都新聞が取材、報道した。今後、まず2015年夏に新法人を設立、 統合した新チームを2015年末の100年構想クラブの審査承認を経て、早ければ2017年の J3 リーグ参入を目指すとしていたが、一部の報道では2015年9月に合併が破談となったと報じられている。このため、当初目標の2017年の J3 昇格は実現しなかった。全身クラブ佐川急便京都サッカー部に関するカテゴリー。 ありがとうございます。